事業の説明に入ります前に震度7という大きな地震が熊本地方を襲ったわけでしてそれから初めての今日は記者会見でございますんで熊本の皆さんに心からお見舞いを申し上げたいと思いますあのうちの区ではすぐに支援物資をトラックいっぱい積んで 現地に派遣させていただきましたし、また東京都や区長会などと連携して、危険度判定をする被災建物のですね危険度判定をする職員を派遣をいたしました、またあの、理災証明を担当する職員も現地に派遣をして、お手伝いをさせていただきましたが、 まあ、まだ地震が続いておりまして、えー、なんとか早く地震だけでも収まらないかなと一日も早い復興に立ち向かえるように、えー、願うものでございますまた区民の皆さんにはいつ何時災害を襲うか分かりませんので、えー、絶えずご自身の安,安全のために、えー、家具の転倒防止だとかあるいは うん備蓄食料、あるいは水、少なくともそういったものをきちんと、えー、蓄えておいてほしいと思います。え、二千二十年東京パラリンピックに向けて。 今度のリオデジャネイロパラリンピックなど世界大会に出場する区内在住の選手に対して遠征費を補助することによって選手の負担を軽減し区民のパラリンピアン排出の促進を図ってまいります本区はパラリンピックにおいても多くの競技が区内で実施されます今のところ7種目ですか 大会の中心地となりますこれまでも区は障害者スポーツの振興やパラリンピックの開催機運を盛り上げるため水彩と手高等の特色を生かしたスポーツとしてカヌー競技を力を入れてその普及に努めてまいりました区内出身の選手がパラリンピックに出場できるよう 地域の方々と一緒に力を合わせて応援をしてまい、えー、りましたが現在今ドイツで、えー、セリウモニカさんとスワマサキ君と2人が今現在、えー、戦っておりまして。えー 今朝の夜中ごろ、夜中に諏訪君から私の携帯に電話が入りまして、予選通りました、決勝進出決まりましたという電話が入りました、えーまあ、モニカさんは何、えー、とか決勝に出られそうだということで、まだ詳しい情報入ってませんので、まあ、ご報告できませんが、うーんなかなかその簡単には、 世界大会で優勝するところまでは、タイム的にもちょっと苦しいかなという感じがいたしております、しかし、そうした選手たち、一生懸命やっておりまして、その選手たちが東京パラリンピックで、なんとかメダルが取れるところまで育てていきたい、応援していきたい、そう思ってます。 選手を安心して、ですねそうした競技大会などに派遣するには、やはりあの障害者の場合には、介助者とか帯同者とか必要になりまして、海外に行く場合には大変な1人分じゃありませんのでね、お金もかかる、あるいは競技のカヌーを運ぶ運搬費とか、そういったものもありますんで。 まあ、区,内の区内在住の選手に対して、交通費、宿泊費、あるいは機材を運搬する費用、そうしたものの大会遠征費用の一部を補助いたします。今後も区を挙げて、区内出身選手がパラリンピックに出場して金メダルに挑戦するという夢を応援していきますので。 どうぞマスコミの皆さんにも、パラリンピアンをできるだけアピールしていただきますように、そして多くの人に障害者スポーツというものを理解してもらうように、ご協力をお願いしたいと思いますえとこれは、えー、対象になる選手っていうのは、どのように選んで、だいたい今のところ何人ぐらいをあの対象になりそうとかっていう目,処が目安があったら教えていただきたい。 人人数ですすが、ねまあ、5人ぐらいを想定しておりますでこれはまあ選手からの申請によってやりますんで。それは実績、その申請があったら、その実績とかもあの審査した上でっていうようなことになるですか、まあそうですね、まあ、世界大会級、うそういう,うランクの人になるわけですね。 これはあのまあ2020年を見据えてということなんですけれど、あのひとまずはその支援をされるのは、この年度内、28年度ということになるのかどうかお尋ねできればと思いますあのその件はね、あのー、基金を作ってますので、えー、オリンピック・パラリンピックまで4年間という考えでおります、まあ、4年経った後にどうするかについては、またその時点で考えていきたいと。 いうふうに思っています妊娠期から専門職が関わり子育て家庭への支援を切れ目なく行う妊娠・出産支援事業相性はあゆりかご高等事業を4月より始めました、えー、区内4カ所の保健相談所で保健師さん等が まあ専門職がですね、すべての妊婦さんへ面接する妊婦面接事業では、4月からスタートいたしましたが、1か月ですでに520人を超える妊婦さんが相談に訪れております。面接した方全員に江東区でお子さんを産み育てるご家庭への応援の気持ちを込めて、 出産や育児に役立てていただける江東区をイメージした育児支援グッズを面接時と出産後の2回贈呈いたしますまた6月からは出産後に家族等から支援が受けられず心身の不調や育児不安などが認められる母子を対象として産後ケア事業を実施してまいります 産後ケア事業は、区内3階医療機関などにおいて、母子への心身のケアなど、必要な支援を行うとともに、宿泊による休養の機会を提供する、宿泊型産後ケアで、同じようなサービスを日帰りで提供する日帰り産後ケア。 そしして入房トラブル解決を目的とした入房ケアのの種類のサービスがあります妊婦面接や産後ケアサービスの利用において個別のケアが必要と判断した場合には個別支援プランを作成して安心して出産育児ができるよう必要な支援を継続して行っていくこととしています。 管高等事業を通じて、えー、区で、えー、子育てするすべての家庭の健康の維持、増進を図ってまいります <music>、まあ、いじめや不登校、あるいは児童虐待など、子どもたちを取り巻く問題は、まあ、健全育成を進める上で大きな課題となっております。 そこで江東区では問題を抱えた子どもたちを取り巻く環境に働きかけ家庭学校子ども家庭支援センターや児童相談所などの地域の関係機関などをつなぎ問題の解決に向けて支援する社会福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーを平成26年度より 教育委員会事務局内に配置し活用をいたしております問題への確かな対応を図るために平成27年度にはさらに1名を増員いたしましたまあ、しかしながら江東区では人口の増加に伴い子どもたちの数も増えてくることが予想されますし年々その問題も困難化複雑化してきていることから 今年度はさらにスクーーーールルソーシャルワーカーを1名増員いたしました、またスクールソーシャルワーカーの増員に加え、問題の早期発見、早期対応を図るため、区立幼稚園、小中学校全88校園を定期的に巡回する巡回訪問を今年度より実施することといたしました。 訪問は今月から実施いたしますが、全校全園を年間最低でも2回から3回巡回し、問題が小さいうちに適切な対応ができるよう、積極的な支援を行ってまいります。 区では外国人、区民の方に対しきめ細やかなサービスを提供するため子育て支援課および医療保険課窓口において4月1日よりインターネットを活用したクラウド型のビデオ通訳サービスを始めましたこのサービスの特徴は英語や中国語などの5か国語に対応し 通訳オペレーターと外国人区民の方、区職員との3者による通訳がリアルタイムで可能なことです、えー、通訳オペレーターはー事前に研修を受けているため専門用語なども適切に通訳しており円滑な窓口対応につながっておりますまたタブレット端末に内蔵されたカメラを利用して 申請書類の翻訳にも対応いたしますサービスの開始により受付窓口での対応時間が短縮し説明案内の質も向上しております外国人区民の方も言葉が通じるとの安心感からサービスに満足していただいております今後こちらのの方というのは えとどういったところに展開していくかとか、えー、とご予定とかがあったら教えてください今は、ですねやっぱりあの外国人の方、直接関係する、まあ、相談の多いということで、まあ、子育て支援課と、それからうーん医療保険課の窓口が一番多いわけですよ、でこの庁舎、まあ、その2箇所と、それからシビックセンター、豊洲のシビックセンターの方にも1台。 えー、おきまして、えー、外国人の方、まあ一番多い相談がそういったところなんでねまあそこに置いておけば十分かなというふうに思いますその他に何かあればやはり難しければその他の課でもねその窓口へ行って相談できると思います。 あの中央防波堤の大田区と話し合いが始まったようですけれども、現状、どこまで進んでいて、この後見通し、どうなのか、教えていただけますかまあ現状はもう皆さん、分かってらっしゃると思うんだけども、1回目、部下長両方とも出て、とも立ち会っていただいて、話し合いが始まりました。 まあ基本的にはオリンピックまでに決めようねということでは一致しております。えーまあ、これからですね、えー、互いにやはり主張すべきこと、あるいはあ両区の,の考え方あ、そういったことの話し合いを進めていくということになります。まあ、オリンピックまでに決めようということは、まあ、両区一致してるわけですから。 あそう長くはないというふうに私は見てますこの東京都に最低を上げるということはもうその最低が出たらどのような結果であれ受け入れざるを得ないということだと僕は思うんですよでそうするとその覚悟をねしなければならないとそれでは質問の方は以上とさせていただきます えこれにて平成二十八年度第二回区長定例記者会見を終了させていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。